ノズルグラフィックスをやっている常です。肩書きはアートディレクター、カスタムビルダー。まあいろんなものを想像して作るんで、自分が何やか分かんなくなる時もあるんですけど、まあ平たくみんなに説明する時は用務員さんということにしてます。ヒップホップをはじめとする音楽関係のアートワーク、秋葉系のフィギュアのパッケージだとか、自転車をビルドしたり、なんかいろいろやったりしてるんですけど、まあ最近だと、ブッダブランドのアートワーク、パンピーをはじめとするサミット関連だとか、アパレルだとアンダーカバー、スカイハイの MV のプロップも作ってます。シグラ本人もそうなんですけれども、そのミニチュア化するにあたって、スケール感が12分の1で全て作ってるんですけれども、もちろんその小物も12分の1。で、ゲーミング PC であるそのレギオンのタワー型も作ったんですけれども、パッと見、なんだろう、そのままちっちゃくするだけだと、ミニチュアとして の見え方がだいぶ変わってくるので、タワー型っていうその存在感のあるものをより際立たせるために、やっぱり若干オミットした部分、ディティールをオミットして、逆にディティールを出してあげる部分も出てくるし、特徴的なフロントのそのメッシュのスクリーン、その奥に見えるその大型のクーリングファンを出すようにしつつで、グラボも存在感があって、なんかそういうところを作り込んでいくのに結構苦労しましたね。PC が制作に関わる割合っていうのは、まあ結構大部分を占めてるんですけど、例えばその 3D のモデリングした際に、ディバイド、ポリゴン数がどんどんこう増やしていった時に、もう、レギオンだとヌルヌル動くっていうか、全くストレスなく、なんだろう、追従してくれる感覚というか、自分で思ったことをそのまま表示してくれるし、なんかその辺が結構いい感じですかね。信念というほどでもないんですけれども、なんか作るものに対して、その自分がどれだけこう、なんだろう、思い入れあるか、そういうものも含めて、トータル的にこう、求めてる 120% で返したいっていうのは自分の中にあるんで、いろんなものを詰め込んで、出していくっていう、アウトプットを大切にしてますね。自分はアートディレクター、グラフィックデザイナーやってるんですけど、自分みたいな仕事を目指してる人には最適な PC だと思います。レギオンクリエイターズ。